二代目、片倉兼太は、日本の実業家、資本家である。出生名は、宗広、片倉組創立者、初代、片倉兼太の弟であったが、兄の養子師になりすけ一と名乗る。1917年、二代目、片倉兼太郎を襲名。片倉組二代目組長、称号を改め、片倉製紙宝石社長、日東宝石社長等を歴任した。 1863年2月12日、信濃国諏訪郡三沢村に、豪農、片倉一助の四男、宗弘として生まれる。後に、長兄、金太郎の養子氏になり、助一と名乗る。1917年2月13日、長兄活用府で、初代片倉組組長の金太郎の政居に伴い、同年、片倉金太郎を襲名して二代目となる。 1920年3月14日、日市肥料を大分県大分市に設立する。同年同月23日、片倉組を片倉製紙防石株式会社として法人化して、取締役社長に就任、本社を東京市京橋区に移転する。1921年9月、片倉生命保険を設立、社長に就任、取締役に長男の周一が就任する。 1922年、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、中南米を長期視察する。1923年、福島防食が、郡山の片倉製紙宝石代防石岩城防石所を買収して、日東防石と称号を変更する形で、同社を設立する。1928年、諏訪湖畔に片倉館を開設する。製紙業から発展し、 片倉財閥を形成した。1934年1月8日死去した、万70歳没。同年、片倉兼金太郎を長男、修一が襲名し、三代目となった。ありがとうございます。